まだ君が仕事を覚えてない。いや、覚える気がないから怒ってるんだ。私が仕事を覚えてないですって？あんた、私が社長の娘ってこと忘れてない？はぁ？それが仕事とどう関係あるんだ？ふっ、あなたって案外頭悪いのに。なんだと？ヒロシ、もういい。お前君ね、パパに言いつけるから。はぁ？パパ、私に甘いから、私の言うことなら何でも聞いてくれるの。スカットライン。俺の名前はヒロシ。システムエンジニアとして大手製造メーカーの生産ラインのシステムに携わっています。ヒロシ、お疲れい。ブンタ、お疲れ様。お前本当に仕事熱心だな。まだそのプログラム見直してたのか？うん、最近 AI が発達してきただろ。それをこっちに組み込んだらきっと。ああ、わかったわかった。なんかすごいことしてるんだろ。説明されてもお前の頭にはついていけないよ。そんな大げさだよ。大げさなわけあるか。実際この会社の大手の契約、ほとんどお前の技術を買ってのものじゃねえか。そんな持ち上げないでよ。でも俺、案件めちゃくちゃ溜まってんだよね。ほら、うわ、これ全部お前の仕事？そうなんだよ。もうちょっと給料もらえるんだな、ちょっとは頑張れるのにな。ああ、入社以来給料変わってねえって言ってたもんな。そうなんだよ。今日もこれからちょっと交渉に行くつもりなんだけど。社長、おっかねえもんな。けどお前の頼みなら聞いてくれそうだけどな。どうだろう。って、もうこんな時間だ。とにかく行ってくれよ。おう、頑張れよ。社長、失礼します。おう、ああ、また君か。相変わらずすっごい熱感だな。いやいや、けど今日こそは。社長、お時間をいただきありがとうございます。実は折り入って相談したいことがございまして。給料の件なら聞かんぞ。前も言った通り、うちには余裕がないんだ。ですが、今のところかなり業務を任されておりますし、給料が上がることでパフォーマンスも上がると言いますか。はっ、仕事量が多いだ。君いつも仕事サボってばかりじゃないか。サボるなんてとんでもない。真面目にやってますよ。嘘をつけ、嘘。同じ画面ばかり眺めてることお見通しなんだぞ。同じ画面？ああ、あれはシステムをもっと新しくしようと思って、最新の技術を従来の生産ラインに。ああ、もういい、もういい。言い訳は醜いぞ、ヒロシ君。言い訳なんかじゃ。とにかく、給料を上げることはできない。嫌だったらよその会社に行ってくれ。結局またダメか。俺めちゃくちゃ頑張ってんのにな。それから数日後のこと。ちょっといいかね、みんな。ん？社長、横の人は？今日から新しく我が娘のレイナが入社することになった。社長の娘さん？はじめまして、レイナって言います。なんかめっちゃギャルっぽいんだけど、挨拶も適当だし。レイナはかなりできる子なのに、どこの企業も見る目がなくてな。この子を雇わないんだよ。だからここで雇うことにしたんだ。見る目がない？本当か？社長、そのレイナさんの実務経験は？レイナは新卒だぞ。そんなものあるわけないだろう。でもかなりできる人なんですよね。ああ、できるぞ。学校ではいつもテストの得点上位だったんだから。あ、そうなんですか。いや、でも勉強ができるからって仕事ができるとは。しかもあの私立桜星中学だぞ。って中学校の話かい。何年前の話だよ。じゃ、そういうことでよろしくお願いします。はあ、本当に大丈夫か。しかし嫌な予感ほど当たるもの。それから先は目も当てられませんでした。じゃあレイナさん、早速って。何このデスク、可愛くないですか。ぬいぐるみがいた方が気分も上がるし。そう。じゃあ早速だけど、このファイルにある資料、簡単にでいいからまとめといてくれる？やり方はここに書いてあるから、何かわからなかったらいつでも聞いてね。レイナにわからないことがあるとかありえないんですけど。化粧終わったらやっときます。化粧？まあ、じゃあよろしく頼むよ。あいつなんか鼻につくわ。この私を誰だと思ってるのよ。こんな仕事簡単じゃない。エクセルに打ち込んでっと。
でも、これ全部やれって言うの？めちゃくちゃ地味じゃん。めんどくさ。こういう時は。ねえ、ちょっとあなた？はい、どうしました、レイナさん。何かわからないところでも。これ。え？だから、これ、やっといてもらえません？でもそれってレイナさんの仕事じゃ。はあ？私、社長の娘なんだけど。いや、でも、レイナさんもここの社員になったんだから。仕事の一つや二つでうるさいわね。パパに言いつけてもいいんですか？わかったわよ。よろしくお願いします。さてと、レイナさんはどうしてるかなって。おい、なんでハルカさんがレイナさんの分の資料をまとめてるんだ？うるさいですよ、ヒロシさん。それに、私はしっかりやりましたってば。はぁ？じゃあ見せてみろってなんだよこれ。1ページだけだし間違いだらけじゃないか。へぇ、どこがですか？ほら、1列ずれてるだろ。あ、ほんとだ。こういう時どうすればいいか知ってます？あ？これをコピーしてペースト。これでずれてるの治るんですよ。なんでこの子こんなに自慢げなんだ？まさかこんな初歩的なことを裏技か何かと思ってるんじゃ。びっくりしてる？知らなかったでしょ。私の見つけた裏技なんです。そのまさかだった。とにかくはるかさんに任せないで、それは全部レイナさんがやること。はあ？なんでひろしさんにそんなこと言われなきゃいけないですか？私は社長の。社長の娘だからって関係ないからな。定期的に見に来るからサボろうとか考えるんじゃないぞ。あ、ちょっと。何よあいつ。偉そうに指図して。それからも、レイナさんとの攻防は続きました。あ、また仕事、ブンタに任せてるだろう。うるさいですよ、ヒロシさん。その言葉遣いもどうにかしなさい。クライアント様に会うときに、失礼だろう。もう、私は優秀だから、そういう場所ではちゃんとできるの。なんだと？そういうことはまず資料のミス、少なくしてから言ってくれよ。それ私のミスじゃないし、会社の安いパソコンが悪いのも。なわけあるか。大体な。ヒロシすげえな。レイナさん全然仕事できないけど、誰も怖くて注意できないのに。もういい加減にしなさいよ。あんたそんなに私を目の敵にして。何？ひょっとして私のこと好きなの？好きな子には意地悪したくなるタイプ？はあ？ちょっと何言ってるかわからない。まだ君が仕事を覚えてない。いや、覚える気がないから怒ってるんだ。私が仕事を覚えてないですって？あんた、私が社長の娘ってこと忘れてない？はあ？それが仕事とどう関係あるんだ？あなたって案外頭悪いのに。なんだと？ヒロシ。もういい。お前君ね、パパに言いつけるから。はあ？パパ、私に甘いから私の言うことなら何でも聞いてくれるの。はあ？いくらなんでも横暴すぎだろ。うるさい。謝っても許してあげないんだから。ほら、今ここで退職届書きなさいよ。パパに渡しといてあげるから。いや、レイナさん、ヒロシがこの会社辞めちゃったら。わかったよ。ヒロシ？こんな会社、こっちから辞めてやる。大体社長の態度にもうんざりしてたんだ。いい機会だよ。負け惜しみ？いい君ね。ほら、退職届これでいいんだろ。確かに預かったからね。泣いて謝ったって取り消してあげないから。上等上等。じゃあこれまでお世話になりました。ヒロシ。さあ、あんたはこれ仕事やっといてね。これは大変なことになるぞ。そして俺が会社を辞めた翌日。ああ、今日からあいついなくてすっきり。職場快適になる。どうしよう。ヒロシの案件溜まりすぎてやばいよ。ああ、そっか。あいつの仕事、宙ぶらりんなんだ。ねえ、ブンタさん。ねえ。ヒロシさんの案件、私が全部引き継ぎます。いや、君にはとてもじゃないけど。え？何か言いました？いや、なんでも。あんな奴の仕事くらい、私が軽くこなしちゃうもんね。まずは商談ね。一階の会議室でやるみたいだし。文太さん、ついてきて。俺？大丈夫かな？
こんにちは。こんにちは。って、ん？ヒロシ君は？今日はいないのかい？諸事情がありまして。はあ。まあ、そのあたりはまた話すとして。今日は最新技術の話でしたかね。新しい生産ライン、どうなりました？生産ライン？ああ、なんか資料にあったような。ヒロシ君から聞いてないのかい？新しく AI を組み込んで、ミスをミリ単位でなくすよう調整するって話だったけど。げっ！それヒロシがめちゃくちゃ頑張ってパソコンいじってたやつだよな！俺たちにわかるわけないぞ、こんなの！ミリ単位？でも、うちの会社の製品、今でもそんなにミスってなくないですか？はぁ？まあ、それはそうだが。でしょ？それにミリ単位のミスなんて多分誰も気にしませんよ。はぁ？レイナさん！何よ。だってそうでしょ？たかが数ミリのズレを直すよりかは、スピード上げてもっと大量生産できるようになった方が、そちらの会社もありがたいんじゃないですか？どうやらオタクはかなり方針を変えたみたいだな。え？うちは少なくても確実に丁寧な商品を生産することをモットーとしてたんだがな。前任のヒロシ君はそこら辺をよく理解してくれていたが、がっかりだな。がっかり？いやいや、絶対あんなやつより私の方が。レイナさん、本当に申し訳ございません。この件につきましてはまた改めてご連絡いたしますので。ああ、だが継続契約はあまり期待しないでくれよ。はあ？なんで私があんなこと言われなきゃいけないわけ？そりゃそうだろ。クライアントのニーズもわからないままあんなこと言って契約切られるのも当然だよ。どうしよう。意味わかんない。って、なんかめっちゃメール来てる。メール？それ、クライアント様からじゃねえか。10時からの商談の予定は10時過ぎてるし。私知らないよ。知らないって、ここもかなり大きい会社なのに。はあ、私のせいって言いたいの？おい、ヒロシ君はどこだ？社長！さっき先方が怒って帰って行ったが何事だ？退職届け。社長、これ本当ですよ。ヒロシ嫌になって出て行っちゃいました。ヒロシほどの技術者この会社にはいませんけど。大変だ。一方その頃、ふう、勢いで会社辞めちゃったけど、文太の言う通り給料低かったし辞めて正解かもな。それにヒロシ君、粘り出てくれ。クライアントが次々に契約を辞めたいって言ってるんだ。このままだと会社が倒産してしまう。君が必要なんだ。今までのことは謝るから。ふん、なんだ今さら。娘の教育もろくにできないからこうなるんだ。ざまあみろ。って、また電話。ん？これ、文太から？もしもし、文太？きっと文太も戻ってくれって言うんだろうな。ヒロシ？休みなのに悪いな。会社の荷物いつ取りに来るかなって思ってさ。え？かなり置いて帰っただろ。会社来るの嫌なら俺が持って行ってもいいけど。いやいや、文太、会社に戻れとは言わないの？そっち今大変なんだろ。まあ大変だけど、ヒロシの仕事と給料は見合ってなかったからな。とにかくこっちはこっちでどうにかするよ。ヒロシさん。はるかさん、こっちのことは気にしなくて大丈夫ですからね。レイナさんに注意してくださってありがとうございました。あ、だってよ。じゃあまた荷物どうするか決まったら連絡くれよな。二人ともこのまま倒産しちゃったら二人とも職なしになっちゃうんだよね。仕方ないか。こうして残った部下のことを考えて、俺は結局出社することに決めました。うわー、これまたすっごいことになってるな。ヒロシ？なんでここに？ヒロシ君、戻ってきてくれたのか。勘違いしないでくださいよ。部下や同僚のためです。それに、ただで戻ったりはしませんよ。はぁ？あんたがそんな条件言える立場だと。お前は黙っていろ。え？パパ？これまでのことは謝る。本当にすまなかった。君がいないとこれほど困るとは。何でも、本当に何でもする。だから、どうか戻ってきてくれ。
じゃあまず今までの横柄な態度を直してください。あと社員の給料を上げること、その分の利益はしっかり出してみせますから。そんな勝手な。わかった、それだけか。あとレイナさんを再教育してください。彼女がこの会社に来るのはまだ早いです。はあ、パパ、あいつあんなこと。わかったわかった、約束しよう。え、ちょっとパパ、今回のことでよくわかった。親バカだった俺も悪いが、レイナ、お前ももう少し勉強するべきだ。そんな。それから俺は約束通り見合った給料と役職を手に入れることになりました。一時はどうなることかと思いましたが、クライアント様も俺が頭を下げたことで契約を続行してくれるようでした。一方レイナさんは日本一接客に厳しいと言われるホテルで働くことになったようです。最後まで舐めた態度だった彼女にとっては地獄のような場所でしょうが、まあ頑張ってほしいですね。スカットライン。俺の名前はヒロシ、一般企業で営業として働いているサラリーマンです。新卒で入社したこの会社で働き続け、もうそろそろ3年目。すっかり仕事にも慣れて順風満帆な日々を送っています。よし、できたっと。これで午前の仕事は全部だな。よー、大平、相変わらず忙しそうだな。俺はこんなに暇だっつーのに。声をかけてきたのは同期の川園。川園は俺と同じく営業で働いています。暇なら営業行ってきたらいいんじゃないか。今日なんだかだるいからパス。お前なあ。そんな感じで仕事の話や世間話なんかをしていたのですが、俺はふと川園が時折チラチラとどこかを見たりぼーっと見つめたりしていることに気がつきました。おい、どうしたんだよ川園、なんかあっちばっかり見てるけど、あっちになんかあるのかって。ああ、なるほどね。俺の目に入ってきたのは上司にあたる営業部部長の花森さん。川園はどうやら入社当初から部長にひっそりと思いを寄せているようなのです。お前さては部長を見たいがために営業に出ないな。バレたけ。それにしても綺麗だよな花森部長、スタイルもいいし仕事もできるし、できる女って感じ。まあな、部長の下で働けて本当に良かったって思うよ。そういやお前なんか部長に気に入られてるよね。業務中もだけど休憩時間とかもたまに声かけられてるだろ。一体どうやって仲良くなったんだよ。どうやってって言われてもな。ほら、俺が新人の頃部長が教育係だったから。でも別に他の人より特別仲がいいとかじゃないぞ。ほら、こっちは忙しいんだからお前も仕事戻れよ。はいはい、さすが営業のエースさんはうるさいね。さてはあいつ俺にマウント取ってやがるな。俺が部長のことを好きなの知ってるくせに、遠回しに自分の方が部長と仲いいぜってアピールしてやがるんだ。意地の悪いやつね、犬に見てるよ。と俺は普通に話していただけだったのに、なぜか川園は俺がマウントを取っていると勘違いしたようです。その日から川園は俺の周りを嗅ぎ回るようになりました。業務中は特に弱点っぽいのは見つからねえな。よし、こうなったら。よし、定時だ。帰ろうっと。せっかく給料日だし、飲みに行くのもいいな。おーい、おひら、仕事お疲れ。おう、川園お疲れ。どうしたんだ。いやさ、よかったら今日一緒に飲みに行かないか。せっかく同期なんだし、たまには親睦を深めようじゃないか。それはいいんだけどさ、なんかお前、最近様子変じゃないか。一体何企んでるんだよ。ほどの、別に何も企んでねって。俺はお前ともっと仲良くなりたいだけだってな。そうなのか。まあ分かったよ。ということでその日は川園と飲むことに。俺は最初こそ様子がおかしい彼のことを警戒していましたが、酒を酌み交わしているうちに不審な気持ちもなくなり、ついつい話し込んでしまいました。わー、大変だ、終電がなくなっちまった。ちょっと何言ってるかわからない。なんでそんなに棒読みなんだよ。まあ細かいことは気にすんなよ。それより大平、頼む、お前の家に泊めてくれないか。ここからタクシー使うと1万くらいするんだよ。それはさすがに痛い出費だな。わかったよ。サンキュー、助かるぜ。ということで俺は特に何も考えず川園を家に招き入れました。しかしそれから数分後、俺は彼の真の目的を知ることになるのです。あっちが洗面所と風呂な。おう、こっちは何の部屋だ。あ、ちょっとそっちは、うわ、
なんだこの部屋、なんか女の子のフィギュアとかポスターとか。まさかお前こういうの好きなわけ。キモすぎ。おい、何勝手に写真撮ってんだよ、やめろって。悪いおひら、俺用事思い出したから帰るわ。じゃあね。待て、もしかしてあいつこれを狙って俺を飲みに誘ったのか。一体何のために。まさか。その翌日、俺の嫌な予感は的中。なんと川園は勝手に撮った俺の部屋の写真を会社中に見せびらかして、俺のことをアニオタだの、気持ち悪いだのと言いふらしていたのです。あら見ろよ、大平の部屋。いい年した大人の部屋がこんなって恥ずかしくね。周囲の人も俺のことを見て明らかに引いていたり、バカにするように笑ったりしていて、俺はどうすることもできず、オフィスの入り口で立ちすくんでいました。すると、こらこら、何してるのあなたたち。あ、めちゃー、ほらこれ見てくださいよ、大平の部屋。こいついい大人のくせしてアニメオタクなんですよ。気持ち悪くないですか。川園くん、今は業務時間よ、関係ない話はしないの。ほら、ちゃんとお仕事して。でも、あいつはアニオタで。別に業務時間外で好きなことをしてるならいいじゃないの。それに他人の部屋の写真を勝手に見せびらかす方が大人として恥ずかしいと思うわ。大平くん、大丈夫？はい、すみません。実は俺、学生時代もこうやってアニメ好きなのを知られてクラス中から笑われたことがあって。それでアニメ好きなのを隠してたのね。ねえ大平くん、あなたの部屋にあるフィギュアって君友のフィギュアよね。もしかして部長も君友を知ってるんですか。君友とは俺が好きなアニメの名前で、正式名称は君と一緒です。パッと見は美少女系アニメなのですが、登場キャラクターたちが明るさや努力を武器に理不尽と戦っていくストーリーは何度見ても感動するんですよね。実は私もそのアニメ好きなのよ。限定のブルーレイボックスも持ってるの。よかったら一緒に見ない？私の家で。そう言って部長は目をキラキラさせながら俺の腕に自分の腕を絡めました。え、あの部長。あら、ごめんなさい、私ったら。ほら、君ともってアニメ化はしてるけど深夜アニメだし、職場で知ってる人はいないって思ってたから、なんだか嬉しくて。それでそのうち来る？はい、ぜひ。嘘だろ、部長もアニメ好きとか聞いてねえよ、くっそー。それから数日後の週末、俺は本当に部長の家にお呼ばれしてしまったのです。ドキドキしつつお邪魔したのもつかの間。ほら、このシーン表情がすごいのよね。複雑な心情を全て表してるというか。わかります。しかもこれ伏線になってるんですよね。初めて見た時俺鳥肌立ちましたもん。約束通り部長と君友のブルーレイを見ているうちに、俺たちは意気投合、ここに来るまでほんのちょっとだけいい感じになるかもなんて淡い期待を抱きつつ、すごく緊張していたんですが、そんな気持ちもどっかへ吹き飛んできました。ああもう楽しい、こんなに楽しいの久しぶりだわ。この作品結構古いでしょ、知ってる人があんまりいなくて。俺もこの作品でこんなに語ることができたの初めてですよ。すごく楽しいです。そう言ってくれると嬉しいわ。あのね、私実はアニメも好きだけど原作漫画の大ファンなの。大平くんと一緒で、私も学生の時いろいろあってね、すごく苦しくてもう何もかも嫌って思っちゃったことがあったんだけど、そんな時に君友の原作に出会って、キャラクターたちが理不尽や困難に見舞われても必死に立ち向かっていくのを見て、私も頑張ろうって思ったんだ。君友はね、私のことを救ってくれたの。そんなことがあったんですね。それ以来何か辛いことがあったら君友を見て元気づけてもらってたんだけど、最近心配なことがあって。心配なこと？君友の原作は今も連載してるんだけど人気が落ちちゃって、 SNS とかでも先生元気なさそうにしてるんだ。先生は私を救ってくれた恩人でもあるから、なんとか元気づけてあげたいんだけど。そうなんですね。俺も原作読んだことはあったけど、先生の SNS まではチェックしてなかったな。それなら部長、先生にファンレターを送りましょう。ファンレター？そう、ファンレターで部長の思いを伝えるんです。この作品に救われたこととか、作品の好きなところとか全部手紙に書きましょう。俺たちはあなたの作品が大好きですって伝えるんです。わかった、やってみる。
ということで、俺たちは先生にファンレターを送ることに。 SNS から送ることも考えましたが、直筆の手紙の方が気持ちが込められるような気がしたので、文房具屋でレターセットを購入してファンレターを書き始めたのですが。大平くん、どうしよう。私、レターセット使い切るどころか原稿用紙100枚ぐらい書けそうなんだけど。俺もです。まずは内容を吟味するところからですかね。俺も部長も作品への思いがあふれるあまり一日で書ききれず、その日から俺は時間があるときには部長の家に通ってファンレターを書き続ける日々を過ごしました。よし、定時、お疲れ様です。お先に失礼します。私もお先に。大平くん、行きましょう。ちょっと待てよ大平。お前なんか最近やたら部長と一緒にいないか。帰りもいつも一緒だし、そんなに急いで帰って二人で何してるんだよ。え、何って、本当のことを言ったらまたバカにされるかもしれないな。秘密だよ。じゃあそういうことで。嘘だろ、あの二人絶対付き合ってる。くっそなんて川園が勘違いをしていることに気づかないまま、俺たちは何日もかけてファンレターを書きました。数週間後、書き上がったファンレターは枚数が多すぎて普通の封筒に入れることができなかったので、 A4 サイズの茶封筒に入れて郵送することに。先生、喜んでくれるといいね。大丈夫ですよ。大好きって気持ちをあんなに込めたんですから、きっと喜んでくれます。うん、そうだよね。そしてファンレターを送った数日後のこと。大変よ、大平くん。これを見て。どうしたんですか？促されるまま部長が持っているスマホの画面を見ると、君とも書いている先生が SNS で俺たちが送ったファンレターについて投稿していたんです。その内容は、とても素敵なファンレターが2通も届いたとか、私の作品をこんなに好きでいてくれる人がいるという感動が続き、これからも頑張るという明るい言葉で締めくくられていました。すごい、コメント欄も温かい言葉ばっかり。よかった、先生元気出してくれたみたい。ありがとう大平くん。そんな、俺だって部長に言われなかったら原作の先生が落ち込んでるなんて知らなかったんですから。むしろこうしてファンレターを送る機会をもらえて、俺の方がお礼を言いたいくらいですよ。ねえ、私たちこれからもずっと君ともを大切にしていこうね。はい、もちろん。そうだ、せっかくだし、また一緒にブルーレイ見ませんか？いつも部長の家ばっかりで申し訳ないので、今度は俺の家でお酒でも飲みながらとか、どうです？いいわね。今日は私たちの思いが届いた祝杯をあげましょう。はい。あの二人絶対付き合ってるよ。ちくしょう、こんなことになるなら兄をただとかキモいとか余計なこと言わなきゃよかった。完全なる勘違いではありますが、自業自得ですし、彼には勘違いしたままでいてもらいましょう。そうそう、実は君ともなんですが、その後俺たちのファンレターについての投稿は驚くほど拡散され、一時期はトレンドに乗るほどの騒ぎになったんです。そのおかげもあってか、原作漫画再び脚光を浴びて、アニメ第2期の制作が決定したり、新しいグッズが出たり、コラボカフェが立ち上がったり、映画化したりと大ヒット。今では思い切ってファンレターを送ってみてよかったと二人で笑いながら話をしています。あの部長。ん？何？いえ、何でもないです。次の目標は共に過ごすうちに募ってしまったこの思いを伝えることなんですが、いっそラブレターでも書いてみますかね。スカットライン。私の名前はカンナ。誰もが知る大手商社に勤務する入社3年目の社員で、経理部で働いています。よーし、研修の資料はこんなものかな。我ながらいいのができた。よう、カンナ、随分振り切ってるみたいじゃないか。そりゃあね、何せ新人の教育担当を任されることになったんだもの、気合を入れなくっちゃ。彼は同僚の万里くん。少しおちゃらけたところもありますが、きっちり与えられた仕事はこなす優秀な人です。同期入社ということもあって何かと親しくさせてもらっています。担当する新人って確か女の子だよな。羨ましいぜ。またそんなこと言って、教育担当って責任重大なんだよ。そりゃそうだろうけどさ、でも逆にチャンスでもあるだろ。ほら、社長にアピールする絶好のチャンスだし。うん、それは私も思ってる。ここでしっかりいい評価をゲットしないと。
実はうちの会社、社長が絶対的な権力を握っている、いわゆるワンマン体質な会社なのです。と言っても、とっても優秀な社長なので、誰もそのことに不満を抱く社員はいないのですが。ちなみにさ、社長の顔って覚えてる？え？それは覚えてるけど、なんとなくは。社長っていつも海外飛び回ってるから、会社で顔を合わせることなんて数えるほどしかないもんな。俺なんてもう忘れちまったよ。まあ確かに、それに入社するときだってうちって社長面接はないもんね。私働き始めて1年くらいは社長がどんな人か知らなかったよ。まあ俺も俺もけど、社長にはマジでしっかりと自己アピールしていかないとだよな。うちって海外みたいな超実力主義だし、仕事の出来がしっかり評価されるから良い成績を残さないと、左遷や減給、最悪退職みたいなシビアな結果になりかねないもんね。その分実力も身につくので、私は何としてでもしがみついて今の会社で一人前になるつもり。そのため今回の新人教育は何が何でも失敗できないというわけです。ところが、私が担当することになった新人はというと。今日からここで働くザワ子です。みんなやろー。なんなの？先輩社員に向かってあの口の聞き方は。それに身だしなみだってひどいし、社会人としてあれはないんじゃ。ザワ子さん、私はあなたの教育担当になったカンナです。よろしくね。はいはい、よろです。ま、適当に頼まーす。ちょっとあなたね、さっきからその態度は何なの？うちってものすごい実力主義の会社なの。そんなんじゃすぐにここにいられなくなるよ。それでもいいの？いいのいいの、私ただ座ってソシャゲしてればいいって言われてるから。マジ？ SSR 来たこれ！ちょっと何言ってるかわからない。いいわけないでしょ。早くスマホしまって。最初に言っとくけど、私社長の愛人だから。いや、愛人？そう、だから特別待遇ってわけ。そういうことだから、私の仕事は代わりにやっといてね。そんな、一体どういうこと？それからもザワ子さんは職場でやりたい放題、どれだけ注意してもまるで言うことを聞いてくれません。私たちはすっかり彼女の扱いに困りきっていました。もう教育担当なんて引き受けるんじゃなかった。社長の愛人って言う手前、あんまりきつくも言えないし。そうだよな、まさか待望の新人があんな問題児とは思わなかったよ。っていうか社長、愛人なんていたんだな。そしてザワ子さんが入社してから1ヶ月後、ちょっとした事件が起きました。一体どうしたんだろう。まさか無断欠勤するなんて。単にサボりなんじゃねえ？あんな性格だしさ。そうかもしれないけど、でも何か病気になって自宅で倒れてたりでもしたら。いやいや、心配しすぎだって。そんな気になるなら連絡してみたらどうだ？何度もかけてるけど、ずっと圏外になってて繋がらない。それからも彼女の欠勤は続き、気がつけば無断欠勤は早くも10日目に。万里くん、自宅まで様子を見に行こうと思うから、ちょっと付き合ってくれる？それとも警察に連絡した方が。いや、さすがに警察は気が早すぎるんじゃ。でも何かあってからじゃ遅いでしょ。だから。ハロハロー、たった今戻りました。ザワ子さん、これまで一体どこで何してたの？無断欠勤なんてダメじゃない。ちょいハワイに行ってたんですよね。これお土産です。定番のチョコレートね。あ、ご丁寧にどうも。じゃない、こっちがどれだけ心配したと思ってるの。さすがに今日という今日は。はぁ、別に社長と一緒だったんだからいいじゃん。これって出張扱いじゃないの？え、社長と一緒だったの？そうそう、だから無断欠勤にはならないよね。あんま怒るとシワが増えますよ、カンナさん。くぬぬぬぬ、一体何なのよ。それからも彼女は社長の愛人だからと引き続きやりたい放題。勤務時間なのに仕事をサボって突然いなくなったり、勝手に早退したり、などなど。あまりの態度に私も同僚たちも我慢の限界。職場はすっかり険悪な雰囲気になってしまいました。あのね、ザワ子さん。社長の愛人かなんだか知らないけど、うちの仕事はチームプレーなの。それができない人は不要だって思われても仕方ないのよ。
いいの？私にそんな口の聞き方しても。何がよ。何が言いたいわけ？社長に言いつけちゃうよ。減点されちゃうね。うちにいられなくなっちゃうね。それってまさか脅しのつもり？別に、カンナさんの考えすぎなんじゃないですか？この子本当にどうしてくれようか。けど、ここで教育担当を投げ出したりしたら、私の評価が。すると、そこで、めったに顔を出さない社長が気まぐれにうちの部署へ。やあ、諸君、頑張っているかね？現代のビジネスは決済スピードが何よりも大事だ。君たち経理部の働きには大いに期待しているぞ。そもそも日本は決済が遅すぎる。世界を相手にするなら何よりスピードで負けるわけにはいかない。俺が急げと言った時は疑いなく振り込むようにしてくれ。特に超特急マークをつけたものは絶対に頼むぞ。社長の激励に大きくうなずく私たち。ところがザワコさんだけはなぜか社長をしかと。おお、君が今年の新入社員か。はじめまして、お名前は？はあ、お前誰だ。はあ、ちょ、お前って、もしかして愛人なのを隠すためにわざと知らないふりをしてるとか。こら、何やってるの。この方は社長よ。嘘でしょ、こいつが社長。こいつじゃないでしょ、このお方でしょ。カンナ君、君は新人に一体どんな教育をしてるんだね。申し訳ありません。これからは失礼がないようにきちんと教育を徹底しますので。今度の教科査定を楽しみにしていたまえ。それじゃ失礼するぞ。次の予定が入ってるんでな。はい。どうしよう。社長を怒らせちゃった。このままじゃ最悪、僻地に左遷もありえるかも。あの、カンナさん、ちょっと聞きたいことが。何？こっちは今それどころじゃないんだけど。大事なことなんだって。社長ってこの人じゃないの？え、この男の人って確か。写真を見て驚きました。ザワコさんが社長だと思い込んでいた男は、実は社長でも何でもなく、私がまだ新人だった頃に問題を起こして懲戒解雇になった横取りという名前の元社員だったからです。横取りさんか。確かあの人、新人の女性経理を騙して会社の金を横領したんだよな。え、そうなの？もしかして解雇されたことを恨んでて、会社に復讐するためにザワコさんに近づいたとか？さあ、どうだろうな。けど、経理だから狙われたってのはありそうだ。あの人、うちの社内ルールは全て知り尽くしてるだろうし。どうしよう。私大変なことしちゃったかも。ちょっと、一体どうしたの？お金、もう振り込んじゃった。直接連絡もらって、相手は社長だって思ってたから。振り込んだって、いくら？1億円。指定された海外の口座に。1億？どうして確認も取らずにそんなことしたの？だって、超特急マークは急ぎだって言うから、さっき社長だって言ってたじゃない。疑いなく振り込めって。いや、だからってそんな。送金先は海外か。横取りさん、このまま向こうに高飛びする予定なんじゃね？そんな！それじゃあ振り込んじゃったお金はもう戻ってこないってこと？どうしよう。助けてよ、カンナさん！私の教育係なんでしょ？何言ってるの？あなたの自業自得じゃない。今さら私を頼ろうなんて虫が良すぎるんじゃない？そんな。ごめんなさい。これまでのことは謝るから。もう勝手しないから許してよ。知らないって言いたいとこなんだけど、そういうわけにもいかないよね。このままでは教育担当である私もただでは済みません。二人とも共倒れになってしまいます。それだけは何としても阻止しなければ。助けてあげてもいいけど、これからはちゃんと私の指示に従ってくれる？もちろん、何だってするから、だから！今の言葉、しっかり聞いたからね。それじゃあ、ちょっとばかし、お灸を据えてやるとしましょうか。その後、ザワコさんにさりげなく連絡を取ってもらったところ、どうやら横取りはまだ国内にいる様子。担当する新人がやらかしたミスは教育担当である私の責任。自ら問題を解決するべく慎重かつ大胆に計画を練っていきました。
そして作戦決行の日。大金も手に入ったし、情弱な女はやりやすくていいわ。にしても最後にもう一度会いたいなんて、意外と可愛いとこもあるじゃねえか。今晩もたっぷり可愛がってやるとしますかね。おーおー、ザーカちゃん、お待たせ。なんだなんだ。残念でした。可愛がってもらうのはきっとあなたの方だと思うわよ。この最低男、よくも私を騙してくれたわね。絶対許さない。さては俺のことはめやがったな。ふざけやがって。お前らなんか貸してやる。おいおい、穏やかじゃねえな。ここは冷静に話し合いと行こうじゃねえか。なんだお前たちは。ああ、この人たちはうちの実家の従業員よ。今は真っ当な商売してるけど、少し前まではいちご谷組って名乗っててね。いちご谷組って言ったら、その筋じゃ超有名じゃないか。うちの大事な新人をよくも騙してくれたわね。この落とし前はきっちりつけてもらうわよ。何が落とし前だ。こんなの騙される方が悪いに決まってる。その女が頭悪いのがいけないんだ。あんたね、社長だって言われなかったらホイホイ誘いに乗らなかったっての。まあ騙される方が悪いっていうのには私も同意だけど。そんな、カンナさんまで。けどそういうことなら、騙されてこんなとこまでのこのこ来ちゃったあなただって悪いってことになるよね。まあそういうことな。お嬢、こいつどう料理しやしょう。適当にやっちゃいます、それともさっさと口塞いどきますか。そうね、どうしよっかな。横取さんはどういうのが好みですか。勘弁してくれ。よしだけはどうか、どうか。ちょっとやだな、人聞きの悪いこと言わないでくださいよ。新人に誤解されちゃったらどうするんですか。それであなたは私たちに何をしてくれるんですかね。騙し取った金はきちんと返す、約束する。だから許してくれ。今すぐですよ。逃げようとしても無駄ですからね。うちの若いのは優秀なんで、地の果てまで追いかけていきますよ。そんなことしない。いちご谷組なんかに関わるなんてごめんだ。そうですか、それじゃあ交渉成立ということで。くっそ。こんなことになるなら復讐なんて考えるんじゃなかった。こうして1億円は無事に回収。どうにか問題が明るみになることなく、ことを収めることに成功したのでした。それから数日後、忙しい社長とランチミーティングをするため外出したところ、あ、横取さんじゃないですか。この間はどうも。あの時の女、もう勘弁してくれ。もうひどいな、人の顔を見て逃げ出すなんて。さっきのは横取じゃないか。カンナ君、やつに何かしたのかね。いえ、別に。もしかしたらよっぽど怖い目にあったのかもしれませんね。私には知る由もないことですが、もしかしたらあの後、うちの若いのからきっちり落とし前をつけられたのかも。ちなみにこれは後で知ったことですが、どうやら社長は横取りから必要な脅迫を受けていたらしいのです。でも私の存在を恐れた横取りはその脅迫を断念。そのことが社長から評価され、新人教育の不手際は帳消しに、むしろ高い評価を得る結果になりました。それから横取りには諸々の余罪があったらしく、今では警察のお世話になっているそうです。カンナ先輩、すごくかっこよかったです。惚れました。私一生ついていきます。はいはい、それは分かったから、まずはきちんと仕事を覚えましょうね。はーい。あれほど態度の悪かったザワコさんも今ではすっかり改心、必要以上に懐かれてしまったみたいでちょっぴり困惑していますが、これからも教育担当としての責任をきっちり果たしていこうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。